それでは博士自ら呼び込んでいただいていいですか。僕の応援じゃないですよ、皆さんを笑わせに来ました善次郎です、どうぞ。ありがとうございます。博士もう一度大きな拍手ありがとうございます。ありがとうございます。紹介いただきました善次郎ですけども、皆さんパッと思いませんでした、善次郎って聞いてね、今パッと、あ、科学の実験の先生出るんちゃうかと。それ違います、善次郎先生です。ですごい紹介され方でした。大阪ではすごく売れてましたと、あの後言っていただかなかったのが東京では全然売れてませんとかね、人気が飛んでいってしまいましたということを言わないのが素晴らしいなと思いましたけども、この善次郎ですけども、今日こうやってですね、皆さんがですね集まっていただいて、皆さんもう一つ安心してください、サントリーから無料でビールが配られると思いますけどもね。ねえ、多分ですね、ウイスキーとビールと、ね、ワインとミックスしたね、アホのミックスというカクテルがですね配られると思うんですが、ありがとうございます、どうも。こんなにウケると思いませんでした、びっくりです。ね、本当にそうですけどもね、あれです、喋り合いになってますけどもね、申し訳ございません、ちょっと聞いていただければ。先ほども言いました、僕はスタンドアップコメディと言いまして、このスタンドアップコメディね、クリス・ロックがみたいなことをね、覚えてますよ、ウィル・スミスがビンタしたね、あんな紹介でした、今日やめてください、僕をビンタするなんてやめてくださいね。別にあれ真似せえとは言ってませんけども、まあ忖度なくマイク一本で自分の思ったことを忖度なく言っていくというこの芸なんですけども、さあさあ僕はですね社会風刺っていうのをやってます。この社会風刺と間違えられてるんですけども、実は何かと言いますと、社会的に強い人に対して何かを言っていく、弱い人は絶対揶揄しないっていうのことをやってるんですね。でこれ ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。で僕ですね、こういうことやってるのか、いろんなところで最近政治の応援に来てくれって呼ばれるんです。そうかですね、衆院選の時に大阪の池田で、ね、立憲民主から来てくれって言われたんです。僕その時思いました、立憲民主党大丈夫かなと。僕でええんか思いながら、さ池田ですよ、維新のね、もう信者ばっかりです、維新信者ばっかりの中、ボックスカーからですね、まあ、女性の方がですね、野木良介さんという方が出たんですけども、まあ、僕が来るっていうことでパッと行ったら、もう今日みたいな集まりはびっくりです、ガラガラ。そしたら選挙カーからなんて言ったんです、皆様本日はですね、野木良介の応援にありがとうございます、今日はゲストをお呼びしております、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか、非常に懐かしい方をお呼びしております。僕のことをディスり始めまして。その後すごかったですよ、スタンドコミック代表、スタンドコミック立ち読みした人になってるんです。そんなと言われたのが善次郎さんです、善次郎話されたんです。僕その日一日善次郎でございますって言って名前変えましたけどもね。ほんでそこでも言いました、維新の方ばっかりの中ね、なんや大阪モデルってなんやね、通天閣に赤く照らしてこっちの方が真っ赤になるわとかね。あとそれからね、スパもなんやね、スパ松井ね、本人がサウナ行くってね、大阪府民の方が汗かいてるとかね、そういうことを言ったんです。案の定どんずべりでした。そうかったですね、乃木さんが来てね、すいません皆さん、善次郎さんはですね、スタンドアップコメディって、今テレビ出てませんけども本当は面白いんですって今日は滑ってらっしゃいましたけどって言って、滑るにいらっしゃいますくらいだ、珍しくてですね、そのあと言われました、これからもスタンドアップコメディをよろしくお願いしますって応援に行って応援し返されるというですね。そんな前代未聞なことがあったんですけど、今日はそんなこと内容したいと思いますけど、じゃあまずですね、社会風刺、ちょっとこれがウケるかウケないかでちょっとネタかかってきますけども、まずは社会風刺、このネタちょっとさせてもらいますね。じゃあまずはドナルド・トランプのネタです。拍手、もっともっと、イエーイ。この辺り一体が何が起こったんというぐらい言ってください。ありがとうございます、ありがとうございます。まず行かせてください、ドナルド・トランプのネタね、ドラム、トランプが負けました、バイデン勝ちましたけども、なんで勝ったかというのをニューズウィークの表で挙げられてましたね。バイデンというのはペットとかいろいろ撮って写真にインスタグラムで上げたから、だから人間味があるペット飼ってたというんですね。ドナルド・トランプ知ってますか、ホワイトハウス歴代大統領の中で一回もペット飼ってなかったようんですけど、あれ間違いですよね、飼ってましたよね、安倍晋三っていう。わーおありがとうございます。ちょっと今日はノリが良すぎるんで、もう一個行かせていただいていいですか。じゃあ自民党のこと言わせてください。自民党びっくりですね、菅政権、皆さん覚えてますか、パンケーキ首相ねえ、コロナ回す、経済回す言いながら本人ろれつ回ってないというね、びっくりです、国民の目が回っていったというね、珍しかったですけど。ほんで岸田首相、ろれつは回っております、ろれつは回ってるんですが知恵が回ってないというね。国民の目回りっぱなしという、びっくりですけど、あ、素晴らしいですね、いいですね。もう一個行かせてください。
デジタル庁で皆さんできたら知ってますか、デジタル庁ね、木漏れでできたんです、知ってますか。できて4ヶ月間アンドロイドにね、ココアっていうね、コロナ患者のアプリがこれ作動してないの、4ヶ月間誰一人分かってなかったんですよ。でどうしたと思います、なんて理由は何でかって聞いたら、人数足りなかったって、めちゃくちゃアナログやな思いながら、でどうしたかって一人一人電話口が回って聞いたって、それアナログにめちゃめちゃ強いないか思いながら、あと言わせてください、ワクチンもそうですね、あの河野太郎大臣ね、ね、あれ全ワクチンやったんですけど、僕は河野太郎とワクチン大臣を合わせてですね、ワクチン太郎と言ってますこのワクチン太郎びっくりですね、本人責任持ちます言いながらね、知ってますか、モデルナ異物混入したやつ僕売ってるんですよ。ほんでそれが何か未だに言ってないまま、本人が自民党の中で異物扱いでどっか行ってしまったというね、飛ばされてるんです。だからありがとうございます。でデマに注意デマに注意言いながらね、8ヶ月間は厚労省で打ったあかん言いながら、本人去年に1年間打ったらダメですと、本人が一番のデマやったというね、びっくりですけども。だからね、あのほらモデルナであの異物混入してるんですけども、いろんな噂あるじゃないですか、 5G で動かされるとか。だから僕も今日変な子動きしたら、これあの異物混入された 5G で動かされてると思ってください。 CIA が覗いてると思ってくださいありがとうございますね、まだまだ行かせていきますよ。じゃあ維新なんか行きましょうかね、維新ね、いや行きましょう維新。いやこれね、東京の人から見たらびっくりでしょ、関西の維新のっていうのはなんか独立するんちゃうかみたいな勢いですよね。僕はよく言ってますね、あの大阪行って言ってるんです、あ、ね、大阪人好きですね、維新と阪神と下半身は好きやとまあ下半身は誰でも好きなんですけどもね、これ維新びっくりですよね、本当ね、何ですか、もう僕はもう笑かしもなんですけども、あのね言うときますよ、自民党が嘘つきやかあかんなと思って維新に入れる人多いんです。これ例えて言うとですね、彼氏が嘘つきやなとやめとこうと思って次詐欺師に行くみたいなもんですからね、嘘つきのプロです言うときます、維新は自民の三軍です、三軍ですからね、二軍じゃない三軍ですよ、わかりました。これね知ってますか、あの磯陣知事、磯陣ね、あれコロナ対策するって知ってますか、コロナ対策するわ言うて、大阪もともと食い倒れの街やったんが、パンばかり食わって食うたら倒れる街だったんです、行き倒れの街になってるんです、びっくりです。ほんでね、コロナ対策いろいろやってるんですけども、知ってます皆さん、大阪ではコロナ対策テレビ番組に出るっていうこういう政策やってるんですね。ほんでね、テレビ番組、ほんでね、これね僕はちょっと護衛させてください、これ言っとくと実はですね、やめたら吉本興業入りが決まってるんです、知ってますか。橋本徹氏の、まあ、紹介で屋敷隆人さん、これがあって吉村知事を、まあ、知事にしたんですね。だから吉本興業入りした時の名前知ってますか、びっくりですよ、屋敷磯陣って言ってですねあの磯陣のそこまで嘘言って委員会なんかやりますからね、あの当然そこには安倍晋三毎回出てきます。あと磯陣のパーや、ね、あの高陣のパーなら磯陣のパー、そこには僕出たいなと思うんですけども、まあ、ちょっと時間も短めになってきたんで、ちょっと言わせていただきますけども、水戸博士さんがですね、まあ、訴えられたということでびっくりでしたね、本当に。本人ね、もうあの契約手続きせんと法手続きはやったという脅し、ね、悪徳弁護士まがいの脅しはやったと。でもその後知ってますか、水戸博士さんがツイッターで書いたのが何か、松井市長、善次郎さんも訴えないんですか、俺関係あれへん思いながらありがとうございます。でも言っておきます、僕は大丈夫です、なぜなら僕は吉本興業です、言っておきます、吉本興業は大阪維新の広報部ですから訴えられることはないです。あともう一つ、大阪市長は言ってました、松井、甘かっぱ松井は有名な人を訴えますと。僕も今日出てきた時拍手パラパラでございました。だから僕はもうちょっと有名になるために維新をボロカス言っていきたいと思いますけどもねありがとうございます。ただこれだけやっただけでは政権批判です。僕は令和のことを言わせていただきたい、令和のこと、それでこそスタンダップコメディアンです。山本太郎さんに言わせてください、今日出てくるとき紹介びっくりでしたね、今日は若手の芸人呼んでます、若手扱いされております、ありがとうございます。あとそれから知ってますか、あの麻生大臣がね北海道行ったとき言ったんです、知ってますか、北海道はね厄介道お前なんて言ってねって言って、ちょっと言ってるでしょ、多分性格一緒やと思うんですけど僕は北海道は厄介道お前なんて言ってねっていうことに対して万死に値する発言だって言ったんです。万死、この言葉です、何かというと何万回も死んでいいぐらいの罪だって言ったんです。これにはちょっと言わせていただきたい、あのね、なんぼ麻生太郎さんでも死ぬんは1回ですからね
一回死ぬべきというね、そういうことなんですけども、それは言わせていただきたい。あと大石足子さん言わせていただきたいです。はい、昨日あの言われましたね、あの犬にいてね、あの岸田氏は犬やということ、あのあんな可愛い犬出すのはダメです。あれはあの可愛い犬にあの失礼だと思います。だからあの可愛い犬以外の岸田氏は犬だと思います。それだけ言わせていただきます。きっちりと犬だと言っていただきたいということでございます。ありがとうございます。いいよ。そんなわけでございまして、皆さん、僕はあの政治のことは何か分かりません。本当分かりません。政治のことは僕は頭悪いんで分かりませんけども、令和素晴らしいのは山本太郎さんは、言っても大衆の言葉を使って自分の言葉で喋りかけている唯一の政治家です。素晴らしい。あとこのエネルギー、今の日本にはないです。皆さん、もっともっとエネルギーをですね、爆発してください。それから水道橋博士、素晴らしかった。ツイッターで、もう僕自分のためじゃなくて人のために生きていく、素晴らしいですね。僕は自分のために生きております。このちょっとだけでも人気を欲しいなという感じですけども、というわけでございまして、以上、伝次郎先生ではない伝次郎でした。 Everybody thank you peace、 ありがとう、ありがとうございます。博士、すいません、ぜひ申し訳ございません。僕と善次郎はほぼ、同期ぐらいの芸人なんですけれども、はい、今スタンドアップコメディ協会っていうのをやってます。ラサール石井さん、この前回出てもらいました清水博さん、なんか一緒にやっています。そこの現場にですね、共同でやりましたよね、銭湯の、ところでやったんですけど、そこに見に来てくれたのが山本太郎代表です。あ、そうです。はい、あのね、僕ドキドキしてたんですよ。呼ばれて何か一言、何かね、冗談言えみたいなこと言われたら、それ何か、これ雑誌とかで叩かれる恐れあるじゃないですか。はいはい、とんでもないこと言って、はい、でずっと隠れてたんですけど、面白すぎて笑い声が響くんですよ、自分の。あの時のネタ覚えてます？覚えてます。いいですか？いいですよ、お願いします。むちゃくちゃおもろいから。あの誰も受けてなかったから一人だけ受けたっていうネタありますね。はい、ね、麻生大臣と安倍元首相と森喜朗に乗った飛行機が墜落しました。助かったん誰か？日本国民。シベラル最高。ここで一人大爆笑してたんです。あの時パッと見たら山本太郎さん、お客さん50人だけど一人だけ笑ってました。そうそう、あと49人どんずべりしたというですね。今日はめっちゃ らしいな、めっちゃ受けですよね。 ありがとうございます。いや、お客さん、ひどかったです。一つだけ候補、7月10日投票の後ですね、7月13日にスタンドアップコメディ協会1週間やってるんですか？そうです、スタンドアップコメディフェスティバルというのをやってます。やってますんで、もしよかったらやってください。はい、僕はもうどういう結果になろうと、そこの日曜日7月13日に出演しますので、ぜひ見に来てください。ありがとうございます。お時間をしました。とんでもないです。はい、最高でした。ありがとうございます。ありがとうございました。善次郎さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そして水道橋博士でした。ありがとうございます。